はい、こんにちは、原田農園です。今日は、3月4日の木曜日です。今日はですね、佐古農機さんの方にですね、展示会にちょっとお邪魔してます。で、今日はですね、ニプロの瀬下さんに道路交通法の、ちょっと勉強をしてもらいたい、してもらうんじゃない、こちらが教えていただきたいと思ってですね、ちょっと今から、講習会的なものをやってみたいと思いますので、ぜひ、道路交通法よくお知りでない方はぜひ見てください。はい、ということですね、今日も、佐古さんのところで展示会の様子も撮影していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。ニプロの瀬下さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はですね、本日はですね、道路運送車両法に基づく保安基準の緩和措置に関しまして、よくあれですね、公道走行、今まで、トラクターの方がですね、公道を走れなかったのがですね、緩和されまして、一応作業機をつけても走ってもいいということに、なったことに関しましてですね、ちょっとお話の方をさせていただければと思います。一応ですね、ニプロの方でもですね、こういった、公道走行部品資料ということでですね、カタログの方を作っておりまして、そこにも注意点ということで、いくつか明記させて おります。で、まあ、何でも、かんでも走っていいというわけではなくてですね、基本的にトラクターもですね、作業機を、装着していない状態で道路運送車両法の技術基準に適合したトラクターであることが前提になります。さらにですね、最高速度は15キロを超えるもの、または作業機を装着して全幅が 1.7 メートルを超えるものはですね、大型特殊自動車免許が必要になります。さらにですね、作業機をつけた状態で走行状態ですね、公道走行状態で灯火器類が見えることがですね、前提になりますので、見えない場合は灯火器類の移設、または増設が必要になります。最高速度が15キロ以上のトラクターで安定傾斜角度の基準を満たしていないものはですね、またそれが確認できないもの、保安上の制限を設けた自動車の標識、逆三角形のマークになりますが、これと運行速度が15キロ以下であるということを表示し、15キロ以下で走行する必要があります。基準として前輪荷重が 20% に満たないものはフロントウェイトの装着が必要となります。最後に全幅が 2.5 メートルを超えるもの、こちらに関しましては、道路管理者の通行許可を受け、外側表示板、赤色灯火、白色灯火、など、装備し制限を受けた自動車の標識と、全幅の表示が必要となります。こういったですね、明確なルールが、設けられておりますので、それに従いまして、道路走行の方を皆さんでしていただければと思います。一応今回ですね、ニプロの方でですね、灯火器のキットということで、ロータリーに今つけているキットがあります。基本的にはトラクターに、作業機を装着した状態で、灯火器ですね、トラクターの灯火器が見えないものに関しましてはこういったですね、キットの増設が必要になります。で、例えばですね、灯火器、ブレーキランプとかですね、方向指示器のランプがですね、上部についてまして見える場合に関しましてはつける必要がないんですが、こちらもですね、基準としまして一番端から40センチ以内、ここに灯火がないものに関してはやはり増設する必要があります。さらに、先ほど話した通り2メーター50を超える、作業幅のものに関しましてはこういったですね、赤と白のマークですね、これの増設が必要になりますので、お使いのトラクター、さらに作業機ですね、こちらを装着時にですね、後ろから灯火器が見えるか見えないかというところをですね、チェックしていただいて、公道の方を安全に走行していただければと思いますので、皆さん
ニプロの投下キットの方もよろしくお願いいたします。はい、簡単に言うと、はい、何メートル以上はダメだったんですか。一応1メーター70以下のものに関しましては、はい、投下機類の移設が必要ない、まあ、小型特殊車両前提ですが、はいはいはい、ありません。で 1.7 メートルを超えるもので投下機が見えないものが増設が必要になります。はい、だからこういう、はい、逆三角形の表示板は、はい、でこちらもですねマーク等もですね変わりまして、今までは一番端なんかはですねこちらの、まあ、作業機が特にあるんですが、黄色いあのあれですね、蛍光、はいはい、マークがついてたんですが、この辺もちょっと、ルールが変わりまして、後方が赤色、前方が白色というマークに変わっております。はい、でさらにですねこの、逆三角形のマークですね、これを、後方から見えるところに貼り付けるということが、ルールとしてありますので、これ 1m70 以 上、はい、以上、あそうですね、以上の場合は小さかったら別に貼らなくていい、ですね、なんですが投下機が見える見えないということがありますので、はい、基本的にはこの赤と白のマーク、さらにあの三角形ですね、これは全ての作業機、まあ、後方から見えるように貼る必要があります。じゃあうち今 2m20 のグランドロータリー購入したんですが、はい、はい、ありがとうございます。まあそうですね、貼らないといけないってことですね。貼らないといけないですね。はい、で、まあ、上げた時とかに投下機が見えない場合は、そうですね、これが必要、こういう増設が、はい、で、2m50 以上だと、こういう、このでかいやつですね、はい、ゼブラじゃないですか、はい、赤白の、はい、マーカー必要です。マーカーで、15キロ以下、そうですね、運行速度が15キロ以下、あとは、まあ、全幅表示がを書いておく必要があります。2m とか 2.5 メートルとか、まあ、はい、いろいろですね。さらに、そうですね、さらにあとちょっと走る場所によっては届け出が必要になりますので、大型になるとまた詳しくなってきますので、はい、簡単には 1.7 以上、そうですね、 1.7 以上未満です。で大徳の免許も 1.7 以上、はい、以上未満ですね。大体 1.7 って言ったら、はい、1500、そうですね、ロータリーだと1500メートルぐらいの、1500ミリの、そうですね、はい、ですよね。1500以上だとチェーンケースとか出てきて、でそうですね、 1.7 を超えますので、1.7を超えてしまいますので、はい、まあ、そこら辺はよく、はい、あのご自分で測っていただいてと、ね、はい、いう感じで、はい、あとはなんか、そうですね、ここを気をつけておいた方がいいですよとかいうのありますか。そうですね、まあ、なんですかね、免許を持ってない、大型特殊免許を持ってない場合ですね、はい、この時にですね、やはりあの 1.7 を超える、はい、作業機をつけている場合にですね、免許なし、要するに大型特殊免許がありませんので、はい、それは、ルール上、そうですね、無免許運転扱いになりま す、 です、ね、その場合には、免許がですね、失効する恐れもありますの で、 です、ね、はい、失効してさらに2年取れないとか、はい、はい、という話も、はい、伺ってますので、基本的にはトラクターを乗る場合はこれからはですね、大型特殊免許が必要に、なりますので、はい、そうですね、皆さん免許の方を取得してください。はい、じゃあ瀬島さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃああとは佐護直樹さんの展示会の方、はい、ちょっとちらっと映して帰りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、こちらがですね、佐古さんの、展示会場になります。今年はコロナがの影響もあってですね、ちょっと展示品も少なめで、こちらは小橋さんのサイバーハローですかね。で、ヤンマーのコンバイン、丸ハンドルが特徴ですね。あらら、これは SKS2200111万1000円、これはあれ、これはうちのロータリーですかね。そのような気がします。そのような気がしますか。ちょっと跳ね上げてもらって、あれ、なんか爪が違うんですけど、通常はあちらの紫の爪が通常のグランドの爪なんですが、こちら茶色いブラウン爪と、あ、青のプロフェッショナル爪で、これやっぱりここがよくちびるから、そうですね、プロフェッショナル爪になってると。多分あれでしょう、旗水田からの添削とかだったらやっぱり土が詰まっちゃうから、土の詰まってるところにも渡ったりしたら、なるほど、角とかよく詰まるじゃないですか。あ、そうですね、まあ、あと
タイヤの後ろとかもこれにしちゃうと、プロフェッショナル詰めにしちゃうと、もっと なおいい、なおいい、はい、まあタイヤで固めた土を突き込んでいくんでチビが早いということで、なるほど、これがまもなく納品予定ということで、そうです、はい。サイドディスクもついてますね。これつけることによってちょっと深めにいきます、いくということで、18センチとか20センチとか、20センチとか通常は15ですね。あ、なるほど。あ、これが2メーターのグランドですね。紫の標準の爪がついて、サイドディスクがあって、あ、これはなんかどっかで見たことがあるヒッチですね。このヒンバーは何でしたっけ？これは ESR11 です、ね、ESR11 かの有名な、あらら、フック用にボールがついてるじゃないですか。あ、これはかの有名な、楽しい白ネギ部会長さんの田坂さんがなんか買われたという噂があります。あら、カプラもこれにされたのかな。まあ、あとは、あ、なるほど、丸山製品ですね。 M ラインですか、これは。あ、そうです、新しくなった M ライン、新しくなった、あ、これは電動の、これはマキタ、これ丸山で買ったらでもマキタのバッテリーが来ます、ああ、バッテリーが来ます。ああ、なるほど、マキタ製品と互換性があるという、この辺は同粉ですね。うちはまあ、あんまり同粉使うことないですね。三流機は、まあ、いつもうちは何だったっけあれ、ブロキアスジュニアを使ってるんですけど、ミノルじゃなくたら強烈だったと、うん、これは丸山さんの、あ、でも電動もある、あります、あります、うん、乾電池、はい、で、原田農園おすすめのマキ太郎、キリ太郎、これですよ。え、それはそれも 18V、 アンペアが違う、アンペアがちょっと ちっちゃいタイプ、なるほど、これもマキ太郎です。ああ、 10.8、 なるほど。ああ、もうお買い上げされた方がいらっしゃるんですね。 ありがとうございます。ちょっとうちもこれキリ太郎がね欲しいんですけど、もう一台本体だけあれば、本体だけあればバッテリーあるから、うん、これ M ライン仕様でなんか赤くなった、あった、うん、なんかこの間 JA の展示会でそうやって言われてました。あ、そうなんですか。次のから赤くなりますんでつって、今の大黒のじゃ、うん、今ちょうど僕うち青を使ってるから、うん、それを除草剤散布用にして新しく来たやつを赤にしてもう間違いなく農薬用にするみたいな、まあ、多分 こっちの こんな感じの色になるんだと思います。まだ出てないです、うん、あ、溝切り多面ライダー、なるほど、まあ、あとトラクターとか洗うのに高圧洗浄機がいりますね。いります。で、仮払い機、丸山さん、毎週金曜日にインスタライブをされている丸山さん。そう、ええ、そうです、ええ、この間ちょうど仮払い機のなんか説明されてましたね。あとは、幸運詰め、はい、こちら強立さんですね。強立さんもバッテリーのチェーンソーがあるですね。 50V、 お、かっこいい、1台で 50V、ワンモアキャンペーンで、強立さんの仮払い機。あ、こちらは強立さんの仮払い機、同粉パワーブロワー、 あとですね、カルックスですかね、いつもうちで履いている長靴みたいな素材がね気持ちがいいです。あとは長靴、その他焼却装置とか、焼却装置じゃねえな、これ
灯油でバーナーバーナーですね、うん、肥料散布機この甲信さんのあこれ甲信さんのね 各種取り揃えバッテリーキャッチボールとかおられますね。なるほどなるほど。あ、甲信さんで言えば発電機ですね、はい、で、カリバラ行きチップ層ブロワー除草剤と各種、あらこれはハッピーチンゲンサイさんからいただき強奪して帰ったハッシュキーのこれは128ケツバージョンですね。スズテックさんのものです。これはまあおなじみですね。で、こちらがミノル産業さんのネギ千葉機、白ネギとかあと玉ねぎなどの、ネギの頭を切るやつですね。でうちでも使っているミノルの仲良しくハンドプランターですかね。これですね。苗をここから入れてここ握ると下がパカッと開いて定植ができるというやつですね。あとはこれは電動運搬車ですかね。電動運搬車、ああキャタの、なるほど。あ、これを忘れとった。今日これを買って帰ろう。濃厚ゴホルダー。これね、YouTube でもコメントで、あの原田農園のトラクターのウェイトでこうスコップとかをこう取り付けてるのは何ですかっていう質問あったんですけど、上西さん、サンソアで有名な上西さんが、こちら農工具ホルダーで、クボタはあちゃんとわざわざオレンジにしてある。あ、クボタのロータリー、クボタではスコップホルダーという名前は出してるんですが、実は農工具ホルダーも全く同じもんという感じで、まあ、本当はねうちはあのウェイトにつけてるんですけど、あれは後ろの作業機がコロコロ変わるからフロントウェイトにつけてるだけで、実際は純正ロータリーとかのデプスに取り付けるようになってますんで、はい、そんな感じですね。で、ニプロさんは、はい、ニプロさんは本社とちょっと中継がつながって何でも相談できるような感じになってます。こんな感じですね。お世話になります。世界のリプロです。世界のリプロです。またよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、そんな感じ。はい、管理機もありますね。はい、強烈さんのスパイダーも、この強烈が好きよ、この色が。色がこっちの方が好きだな、うん、とか言っちゃいけないですか、うん、いやいや、かっこいいかっこいい、確かに。ネギ用の管理機、一輪じゃねえな、これ二輪管理機、これが一輪で、これも二輪だな。 RK はほら、これはかの有名な笹岡のいろいろアタッチメントがゴロゴロしてますね。掘り取り機とか、あ、これ掘り取り機なんじゃ、確か掘り取りだったと思ったんですけど、うん、これ土上げ用の、そうです、幅広いやつです、うん、まああれも上げるやつよ、ね、そうです。笹岡って書いてある、うん、マーカーとかあれ多分首元を押さえるやつなんです。おっ、おそらくネギ美人の対抗馬みたいなやつ。そうそうそう、おそらく。なるほど。あと上西さんのこれ、あれアゼアゼギワ処理機、うんうん、なるほど。あっちからかけたら曲がるとかっていうやつ、え、曲がりますよ、こう動く。あ、なるほど。ある程度、ある程度だったらハンマーナイフモア S28 振動サブソイラー、
後から大作訓ですね。これは RF とかじゃなくて純正ロータリーのデプスにここをつけて使うパターンですね。ヤンマーベストマッチ逆転ロータリー、これアグリカのトラクター、トラクター、あ、トラクターのこれネギ やられそう、ネギ用の、はあ、白ネギ、すごいねこれ、 いろんな爪がついてる。そうですね、うん、でも多分ここまで幅いらんかもしれない、うん、真ん中処理ができるようにある角がついてる。でこの前やったのはこれ普通のこの Z 爪に外も変えて、うん、やったら結構よく飛びます。ああ、なるほど。ちっちゃいからこれ、ん、これとこれは何が違う、マルチ仕様と、マルチ仕様ですし、あと幅が、あ、ロータリーのこれちっちゃいトラクターとか、はは、は1500ぐらいの、そうです、ね、こっちは大きい。なるほどなるほど、それは小橋工業だ。これがニプロさんのイングハロー 3m60、 これも電動タイプかな、うん、電動タイプですね。ちゃんとこうついてる水平器が一応。なるほど。これなんでこう爪が違うの、これ寄せてるの、ここはでしょ、はは、は、なるほど、そういうことですね。これは小橋ガイア、なるほど。まあそんな感じで中の管理機と作業機はこんな感じでした。ちょっと外行ってなかった。ちょっと外行こう。そうそう、外にはねこんな感じでバックホーが、なんかこれ新しい、あ、キャットさん、キャットさんの1トン7、ほら、これこれが欲しいよ。ちょっとぶり高いけど。C30R。何に使うんですか。いやこれあの何？アンキューとか掘るときに採石積んでから走っていきゃ。なんかキャットさんのねこれすごいっすよ。こんな感じで。見てくださいこれ、これプッシュ、プッシュスタート。あれ、かっこいい、プッシュスタート。なるほど。なんかここら辺にもなんかちっちゃい、まいったまいった、これ押して、ああ、これ押してここ OK 押すと、おお、このレバー操作で前後が、すごい。でもこれは、あ、横に動かしたら横に旋回しよる。狭いから危ない。これ前に倒すと前に行く。下げるとバック。これは移動で便利ですね。わざわざこのレバーを。これレバーは？死ぬんですね。こっちはロックされて、あ、それで旋回ね。すごい。うん、すごい。これは？わかんないです。来たばっかりなんですけど。ああ。あ、これ押したら一発で戻る。すごい。切り替えボタン、切り替えボタン、何の切り替えなんだろう、すごいな。 あキャタの幅も変えれるんだ。あ、そうです、変えます。最高級じゃないこれ。鍵も
刺さんでいい。刺さんでいいです。ここで転がしときゃいい。そうです。なくなりそうだね。まあ、あとこうネット開いたり。ああ、はい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 、すげえな。あ、どこ。クルーズコントロールもついてる。マジか。車並みですね。そんな、これ切るときはこれで。すごい。これね。セキュリティロックしますか。これはもうほっといたな。あ、なるほど。ロックもあるんですね。最悪キーなくても確かパスコードでエンジンがかけれるって言ってました。忘れたとき。そう。すげえな。すげえぞ、すげえぞ。こんなすごいのもありますね。あとは、田植え機、YT233 YT333A。 あら、これはおなじみの RF。 これ大地くんって言わんのかね。大地くん RF だね、やっぱり。で、昨日つけてもらった酸素は、ここのが綺麗だけど、うちのとやり替えとこうか。いやいや、あれ新品じゃないですか。いやいやいや、あのグランド、グランド SX のやつ、うん、ここは純正ですね。あ、なるほど。1800のロータリーが、あら、あっちにもなんか巨大なのがありますね。ウィングハローが。110万円。なるほど。これ電動。電動です。はあ、3m。 3m90。これぐらいあったらもう一発ですぐ終わるな。ちっちゃい補助なら。なるほどなるほど。こんな感じで、サクさんの展示会やられております。ぜひ明日までやっておられるみたいな。明後日まで。明後日まで。土曜日まで。土曜日の何時までですか。4時まで。4時まで、はい、やられてますんで、まあもしお近くで見に来てみたいという方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひ来てみてください。はい、そんな感じでサゴノオキさんの展示会会場でした。